ではこれから少し視点を変えて、神谷市長が提言された健康都市を実現するために市民の暮らしを支える地域医療の現状と今後どうあるべきかという点に話を進めていきたいと思います。まず西三河南部医療圏域および安城市を取り巻く地域医療の現状と課題、そして高度な急性期医療を担う安城厚生病院のこれからの方向性について倉田先生にお話をお伺いしたいと思います。では倉田先生ご登壇ください。皆様もご存知だと思いますが、あえて私の方から安城厚生病院のご紹介をさせていただきます。安城厚生病院は安城市における市民病院的役割並びに人口108万人を要する西三河南部圏域最大の地域中核病院です。救命救急センター、総合周産期母子医療センター、地域がん診療拠点病院、地域中核災害拠点病院、地域医療支援病院の各使命を受けられるとともに、循環器、呼吸器、消化器、集中治療、血液浄化、内視鏡、小児医療、血液化学療法など急性期医療になる高度センター診療機能群を展開されています。また最近の取り組みとされては、最先端のハイブリッド手術室を整備され、大動脈弁、歯間術に取り組まれるなど、まさに大学病院に匹敵する高い医療水準、そして充実したスタッフを誇る病院であります。また浦田先生は安城厚生病院にご赴任なされて、もう30年安城で活躍なされています。ご専門は整形外科領域の手の外科、中でもマイクロサージェリーが得意です。お見かけとは違って実は手先がとてもお器用だそうです。病院の経営に携わるからは、広い視野と卓越した行動力、病院だけでなく愛知県全体の地域医療を牽引なさるなど、さらに私どもの中日新聞リンクの育ての親でもあられます。ではご準備よろしいでしょうか。平田先生よろしくお願いします。皆さんこんにちは。改めまして、よろしくお願いします。創立80周年を迎えました安城厚生病院の病院長をしております。今日は少しお時間を頂戴いたしまして、当院の過去を振り返り、そして現在を改めて俯瞰し、将来に対する我々の決意のようなものをここでお話しできればと思っております。あの東日本大震災から5年が経ちました。そして今日1月17日はちょうど阪神淡路大震災から21年目でございます。そしてこの安城をとりましては、あの三河大地震、昭和20年1月13日のあの三河大地震から71日と4日目でございます。こうした大規模災害を通じて学んだことは、来るべき大規模自然災害に対しては地域全体で立ち向かうことが必要である、これを学びました。しかし大規模自然災害は一体いつ来るのか予期はできません。しかし今この地域に明らかに予期できることがございます。それは来るべき2040年問題でございます。この2040年はこの西三河地域の医療と介護の需要が頂点に達する時期です。つまり医療と介護を必要とする方々の数が最も多くなる年でございます。これに向かって着実に時代が過ぎているわけでございます。この2040年に向かってやはり地域全体で立ち向かうことが必要でございます。どこに向かっているのかを知るためには、どこから来ているのかを知る必要がございます。それは過去の積み重ねが現在を作り、現在を起点に未来がございます。現在抱える問題は将来必ず大きく増幅されてまいります。ここで安城厚生病院の生い立ちを少しご紹介したいと思います。今から80年前、昭和10年、病床数45床、職員40人で発足をいたしました。医師の数が7名でございましたので、我々はこれを黒澤明監督の映画「一味の侍」のような病院だと今呼んでおりますけれども、当時の安城は
日本デンマークと呼ばれ、先進的な農業経営を実現した、大変経済的な力を持った地域でございました。しかし、そのような地域であっても、医療の実態はどうであったか。昭和10年の当院、会員当時の小児科部長、二宮統一先生の往診介護録が残っております。病院の真新しい報道者で往診に行きました。農家の日当たりが良い南向きの部屋には介護棚が並んでおり、病人は薄暗い木製の部屋に寝かされており、暗くてつまずいて驚いている。この病人というのはおそらく子供であります。そのような経済的にはかなり力を持ったこの地域でありながら、この医療の現実がこういう地域であった。その時にこの地域の農政運動のリーダーであった山崎信吉をこうばされました。安城農林学校の農林高校の前身である愛知農林学校長の校長でして、その後衆議院議員や貴族院議員をされたのでありますが、こうもされました。生活の中で最も自主経済を脅かすものは傷病である。健康を離れて幸福はない。病院を設けて優れた近代的医療サービスをなすべき。健康と幸福という文字、安城の現在健康都市のこの健康なくして幸福ということはもう80年前から言われているのでございます。そして優れた近代的医療サービスをなす、これは言い換えれば最新の最先端の病院を作れということでございました。昭和10年の3月に当院が開院をいたしました。当時のこの写真でございますけれども、その当時の病院には最新の設備を備えた病院でございました。この厚生病院という名前でございますけれども、当時日本は農業強国で、農村部では娘を売り子供を売って現金収入を得て、そして肥料にする干し草を食べて飢えを癒やすというような時代でございました。そのような時代の地域の復興運動として農産漁村経済公正運動というものが展開されました。この公正の文字を取ったのが我々の病院でございます。公と正を足せばよみがえるでございます。地域がよみがえるための最新鋭最先端の病院を作ったわけでございます。当時大学にしかなかったお屋敷一軒分の値段がする最新のレントゲン装置を導入されたと聞いております。現在におきましても病院においてはお屋敷一軒分のさまざまな医療機械がゴロゴロしております。昭和10年から平成14年まで増改築を繰り返しながら成長してまいりました。今旧厚生病院の跡地はアンフォーレ安城として新しく生まれ変わろうとしております。当院は昭和14年に安城市の多大なご支援を頂戴して現在地に移転をしました。急性期医療を充実するということを基本スタンスとするわけでございます。この地域の人口が昭和10年当時2万4000人でございました。そして現在18万5000人を超える人口でございます。当院の病床数も当初の45床から749床へ増えてまいりました。まさにこの地域の発展とともに私どもも成長していたわけでございます。今この安城を起点に半径15キロの円を描きますと、この演習の中の人口がおよそ100万人を超えます。110万人に近くなっております。この地域にあって私どもは現在の行政区分におきます安城市の市民病院的役割、そして同時に西三河南部地域の中心的な病院、しかもそれを4つの領域、救急医療、がん医療、周産期医療、災害医療の4つの領域において果たすことが使命でございます。それぞれ救命救急センター、総合周産期母子医療センター、地域中核災害医療センター、地域がん診療連携拠点病院の指定を頂戴し、大いに頑張っておくことでございます。我々はこの2つの役割、市民病院的な役割と同時に広域の中核的な病院、
この2つの役割を同時に果たすこと、そして公益高度の病院であればこそ多くのスタッフを集め、地域密着の市民病院的な役割を果たせる、守られると考えております。そうした場を研鑽の場として求めて、多くの有能なスタッフが集まってきてくれております。我々は7人の侍的な厚生病院から、この80年間革新の連続を遂げてまいりました。そして今や1600人の医療専門職集団の支える病院へ成長してまいりました。しかし平成14年の安城市の多大なご支援の下で移転できたことが、現在の姿を最も大きく左右するものでございます。今我々の病院医療の現在を少し知っていただきたいと思います。何でもランキング集と少し書いてありますけれども、これは厚生労働省が出しております入院患者の年間の統計でございます。当院は全国で約33番目の位置にございます。そして注目すべきは、入院患者の多い上位100人100番の中に、この西三河南部地域の3つの病院が入っているということでございます。いずれも700床規模の大病院でございますが、この上位の病院は1500床規模の大きな病院でございます。その病院の約2分の1くらいの病床規模でこの位置にいるということは、いかに各病院が検討しているかということを示すものであろうと思います。これは救急車で運ばれた方々が入院を要するような患者さんのランキングでございます。やはり上位100番の中にこの地域の3病院が入っております。もう一つランキングをご覧になりたいと思います。赤ちゃんがたくさん生まれる病院ランキングでございます。あるテレビ番組で紹介されましたけれども、当院が全国で第5番目に入っております。年間1500人の件数がございます。ここで申し上げたことは、こうした外的評価はただ数が多いということでございますが、それはこの地域の大変旺盛な医療事業に対して提供体制が不足している中、各病院が懸命努力をして人を集め、その需要に応えている、その結果として出た数字であるということがございます。これは厚生省が出したデータでございますが、重症患者さんが救急車で運ばれた場合に、病院へ収容されるまでに4回以上の受け入れ照会をした件数の割合が載っております。つまり3つの病院までは断られて、4つ目、5つ目、6つ目とそういった病院で初めて受け入れ OK ということで収容される、パーセンテージでございますけれども、愛知県はご覧のように平成23年から25年まで毎年2万人以上の重症患者さんが運ばれていますが、4回以上の受け入れ照会を要する割合は 0.6%、0.7% でございます。一方これは全国で見ますと 3.9%、3.8%、 つまり全国統計よりも愛知県は5分の1であります。それだけ受け入れるタイミングが早い、多くの病院が速やかに重症患者を受け入れている。逆に他の地域では、言葉は悪いんですが、たらい回しということはございますけれども、何らかの事情で受け入れない病院が多く、5回目、6回目、7回目でようやく受け入れられるということがある。これは何を意味しているかと申しますと、各病院がそういった旺盛な医療需要の中で懸命に人を集めて努力をしているから、その結果でございます。この事実をぜひご理解いただきたいと思います。この地域の病院を、書ききれませんけれども、主な病院を描いてみました。この半径15キロの演習の中の、この病院がそれぞれに役割を果たし、連携をしているからこそこの地域の医療が成立しているわけでございます。これらの病院のどの一つが欠けても、この地域の医療破綻してまいります。非常に微妙なバランスの上に立っているというわけでございます。
ご理解いただいたでしょうか。さて、我々にはかなり厳しい未来が実は待ち受けております。西三河地域の2040年問題でございます。2015年の6月に、新聞に西三河地域はこの医療介護の受け皿が大変不足する地域で、日本総裁会議の記事が出ておりました。一覧表を作っていますとこういう形になります。大変字が小さくて見にくいんでございますけれども、都市の名前が書いてございます。これは例えばここに刈谷と載っておりますが、これは西三河南部医療圏という意味でございます。この縦軸、上に行けば行くほど医療の余裕がある都市ということになります。右の方へ行けば行くほど介護の余裕があるという都市でございます。我が安城は一体どこに位置しているか、先ほど話しましたようにこの地、つまり医療も介護も全国最低レベルでございます。今このグリーンのところですね、このグリーンの都市、つまり医療も介護も余裕のある都市へ移住したらどうでしょうかという話が真剣に戦わされております。これを地図にしたものでございます。医療の需要のピーク時期は全国でそれぞれまちまちでございますが、この赤く塗ったところでございます。これが2040年でございます。日本中すでに医療の需要のピークを迎えて、これから減少していこうという地域が多い中で、この愛知県のこの三河地域は赤く塗られております。2040年が医療需要のピークであると考えられております。一方その受け皿、医療介護の余力、これはこの地図で申しますと、この赤く塗ってある地域や黒く塗ってある地域、これが厳しい。特に黒く塗ってある地域は医療も介護も厳しい。黒く塗ってあるところがどこにあるかと申しますと、この首都圏の一部とこの愛知県にしかございません。そこでこの中部地域を拡大してみますとこうなります。なんと西三河南部、そして東三河地域、東三河南部地域だけがこの黒く塗られているわけです。この地域が日本で最もこれから医療と介護なかなか乏しい厳しい地域であるということが予想されているわけでございます。安城市だけを少し抜いてみます。この左側のグラフは安城市の2010年から2040年までの人口でございます。年齢階層別に色分けをしてございますが、およそ2030年から2035年あたりで人口がピークになります。当然高齢の方がこの赤く塗ってあるところが少し増えております。これをもとにこの右側のグラフ、医療介護の需要予測を見てみますと、この赤いグラフ、これが介護の将来予測でございます。現在を100とすれば2040年にはこれが205になってしまいます。そしてこの3番目の青いグラフ、これが医療のグラフでございます。現在100としますと2040年には139まで伸びております。これが人口動態からした客観的な予測でございます。安城の医療資源を少し見てみたいと思います。一般診療所の数を少し出しております。人口10万人あたり全国平均で68箇所が平均でございます。安城市は52箇所でございます。一般診療所の数も大変少ない地域でございます。一方入院ベッドもあります。全国平均で人口10万人あたり1214床が平均でございます。安城市では769床でございます。これも大変少ない地域であるということが言えます。これは現在地域医療構想というものが全国で展開されておりますけれども、愛知県の必要病床数の推移を一覧表にしたものでございます。この一番右の枠の
この赤い枠、これが2040年まで、これからあと単純に推計してベッドがどれだけ増加する必要があるかということを示すものでございます。我がこの西三河南部東西、岡崎、安城、刈谷を含むこの西三河南部東西、2040年岡崎地区で433床、安城、刈谷、石尾、この地域で1044床不足する地域であるとされております。一方、この西東三河南部北部はマイナス235床、マイナス902床、つまり過剰である。これから人口が減っていくこと、ベッドはそれほどいらなくなる、まあ、そういう単純な推計ではございますけど、国から出されているところでございます。これがこの地域の医療、介護、特に医療の受け皿の将来的な客観的な予測でございます。当院の実際のデータに当てはめました。このピンク色で塗ってございますところ、これが現在の安城厚生病院年齢1歳ごとの入院患者さんの数でございます。やはり55歳から75歳、80歳というところが大きな山がございます。この0歳のところ、これが飛び抜けて多いのは年間1500人の赤ちゃんが生まれるからでございます。これに単純に現在と同じだけの医療をし、当院の平均在日数が変わらないとして人口を上げますと、この実践のグラフになります。65歳以下ではそう大きく変化はしませんけれども、65歳を超えて大きく需要が増えているということがあります。これをベッド数に換算しますと133床は足らないという面ですがございます。少し話は変わりますけれども、急性期の医療には2種類ある。治す医療、とことん型の医療、これは治すこと、チームを至上命題として徹底的に治療を行う医療、もう一つは癒す医療であります。まあ、言葉は少し問題ございますが、まあまあ型ということであります。これは地域との関係性が保たれる形で医療が提供され、病気は完全にならなくても地域で生活が続けられるように、体の関係も整える癒す医療でございます。この2つがあると言われております。自分に対して大変資源の不足する地域にある安城厚生病院の今後の課題でございます。とことん医療、急性期医療はさらに研鑽を続けていく必要がございます。現在我々が提供している医療がベストなものであると言うのぼれているわけではありません。高度急性期医療をさらに充実し、研鑽し、医学医療の最先端の進歩を地域住民の方々に還元していく必要がございます。一方では地域連携を推進し、在宅医療、介護の充実も相応の努力をしていく必要があると考えております。昨年10月には在宅医療連携推進センターを設立しました。とことん医療の充実という意味では、この手術室と血管撮影装置をドッキングしたハイブリッド手術室を昨年新しく設けました。そしてここで軽大動脈的軽カテーテル的な大動脈弁の置換術という非常に高度、こうした特殊な手術がなければできないような、そういう治療にもチャレンジはしております。一方では、がんや神経難病で在宅で過ごされている方々に対する訪問医療も自分たちの責任と考えて、専任医師を置いて努力をしておるところでございます。医療資源が不足する地域で最も必要なことは、病気を治す病院、生活を支える病院とうまく連携する。そしてここには地元のかかりつけの先生方の協力、支援がなくてはなりません。病院とそしてかかりつけの先生方が協力をして、地域全体があたかも一つの病院となるように、そのような機能する体制が必要であると考えております。これからの2040年に向けての決意を少しご紹介したいと存じます。現在の安城の、 この医療の状態は、私は安城の奇跡と呼んでもよいと考えております。それは時の運と地の利があったからでございます。
安城市の地理、地勢、地域の活力、人口の増加地域、そして安城市が大変医療や介護に理解があってご支援を頂戴できている、その時の運と地の利があったからだと思っておりますけれども、時の運を運とし、地の利を利とにたらしめるのは最後は人の力でございます。医療に携わる者、介護に従事する者、そして行政の方々、地域住民の方々が協力してこの全体を前に進めていただいたおかげで、今安城の奇跡というこの医療と介護の充実した体制が作られていると思っております。そしてこれは2040年になっても同じでございます。時の運はいずれ時の風になるかもしれません。地の利はいつまでも地の利とは申せません。しかし人の力でこれを奇跡に2040年に立ち向かうイノベーションを実現していく必要があろうと思っております。市政にしておかざるものはこれにまだこれにかざるものという言葉がございます。安城厚生病院の市政誠を積み重ねる、それは安城厚生病院の持てる資源、すなわち人の力、病床、医療機器を総動員してこの地域の旺盛な急性期の医療と、そして一部介護の重要性に応えていくことが我々の責務でございます。2040年に医療・介護・需要の頂点に向けて、これから険しい坂道が続いております。果たして安城厚生病院は現在の姿形のままでこの険しい坂道を登ることができるのか、今自問自答しているところでございます。何らかの発展的再構築を持ってこの2040年の坂道登り切っていこうと今考えているところでございます。あの山崎信吉王が80年前、健康を離れて幸福はない、病院を設けて優れた近代的医療サービスをなすべきであると申されました。この言葉の中に、今で言えば医師偏在、医療資源偏在というこの問題を地域住民自らが克服してきた、そして最新鋭最先端の病院をここに建設し、この充実した安城の医療を現在を作った、その礎がこの言葉の中にあると考えております。100年耐久という言葉がございます。非常に長い時間の流れの中では5年10年という計画より、これは信念でありましょう。信念が必要でありましょう。今安城市の総合計画は健康都市でございます。健やか、幸せ、健康都市、そして安城厚生病院から安城市への提案であります健康先進都市安城、100年の体系の気構えを持って健康先進都市づくりにぜひ邁進していきたいと思っております。病院誕生から80年、周産期医療、救急医療、がん医療、災害医療を中核機能として急性期医療の高度化を推進してまいりました。これからも我々はさまざまな努力を続けて、しかし創立の精神に立ってこれからも自覚心を続けてまいります。周知を結集して前進してまいりたいと思っています。2040年のこれからこの地域を襲ってくる緩やかなしかし着実な津波の頂点に向かって進む船があるんですよ。それがこの地域でございます。激しい外部環境の変化に耐えうる地域の強靭さが求められているわけでございます。泥船か荒海を乗り切れる地域だということが問われていると存じます。どうぞ地域の英知を結集して健康先進都市への新たな歴史を作ってまいりましょう。こちらは以上でございます。ご清聴お世話になります。先生のお話のようにあったように、データから見ると非常にショッキングな状態、これが今安城市や西三河地区の医療の現状かと思います。ただその中で今医療も介護、特にとことん医療と言われたところで病院や地域医療機関の分割で現段階は安城市の医療がただただ非常に安定していると思います。ただしこれからは
ても大変な時代を迎えるんだなということを実感できました。ではどうすればいいのか。その対策を考える上で非常に重要になってくるのが、患者さんを安定厚生病院のような高度な急性期病院から在宅で日々の生活につないでいく、地域の中でどう医療がつながっていくかということだと考えています。そう、まさにこの課題というのは安城だけではなく全国でまさに取り組まれている課題です。